はい、どうも皆さん、こんにちは。今後の映画でラスボスの一人として登場するのが、征服者カーンことカング・ザ・コンカラーです。この敵に関しては、来年公開されるアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアとロキのシーズン2、そしてカング・ダイナスティへと繋がっていきます。そこで今回はこの敵はかなり倒すのが難しいということと、アベンジャーズはこの敵をどうやって倒して、マルチバースサーガがどのように終わるのかについて予想していきたいと思います。まずこの敵に関してどうやって倒すかの前に見ていく必要があるのは、なぜ強いのかについてです。この敵は基本的にはサノスのように腕力は強くはありませんが、知能面であったりアベンジャーズも持っていないような未来の武器を使って戦います。その一つが前回の動画でも話したウルトラダイオードレーガンなどで、この銃を使われてしまうとスーパーヒーローの力が無効化してしまい、ただの人間となってしまいます。またこの敵に関してそれ以上に厄介なのはかなりの数がいるということです。要するにカング・ザ・コンカラーの変異体ということになりますが、ロキのシリーズで分かっていることとしては、そのほとんどの変異体がかなり邪悪だということです。ロキのシリーズに登場したヒーフ・リメインズはかなり特殊な例で、おそらく彼のような変異体はほとんどいなくて、そのほとんどは残酷な変異体ばかりなのだと思います。またカング・ザ・コンカラーは自分が死んでしまいそうになった時にも他の変異体へ自分の意識を移すことができます。これはちょうどドクター・ストレンジに登場したドリームウォークのような形で、変異体がほぼ無限に存在するマルチバースではこの敵はほぼ無敵と言えそうです。また彼に関して恐ろしいことの一つは、かつてマルチバース下の戦争を自分自身としていたということです。ロキに登場したヒーフ・リメインズによると、それぞれのカング・ザ・コンカラーが他の世界を支配して征服しようとしていました。この時戦っていたのはおそらく姿形が全く同じな自分自身と戦うという恐ろしいことが起きています。つまりカング・ザ・コンカラーに関してはこれまでの敵とは違って一人倒しただけでは済まないということです。これに関してはアベンジャーズ・エンドゲームのサノスどころではないという話になってきます。エンドゲームの冒頭でサノスはソーに首を切られて死んでしまいますが、その後2014年の過去からサノスは再びやってきて戦います。最終的には2014年のサノスも倒すことに成功し、これ以降サノスが別の時代から来ることはありませんでしたが、カング・ザ・コンカラーに関してはこれが無限に起きる可能性があります。つまりなんとか一人のカング・ザ・コンカラーを倒すことに成功したとしても、別の時代や別の世界から無限に現れ続けるということです。もちろん別世界のスーパーヒーローの手助けもあるとは思いますが、別世界のスーパーヒーローの手助けにも限度があります。その最大の理由とも言えるのが、インカージョンと呼ばれる別世界同士の衝突です。この世界同士の衝突に関しては、別世界間を移動して、その世界に長く居続けることによって、どちらか一方の世界か、また両方の世界がなくなってしまいます。このようなインカージョンの危険性があるため、別世界からスーパーヒーローは助けに来るかもしれませんが、あらゆる世界からスーパーヒーローが来て一つの世界に集まるというのは、大規模なインカージョンが起こる可能性があるため危険だと思います。このように考えると有効な方法の一つはヒーフ・リメインズの方法があります。彼はアライオスという巨大兵器を使うことによって他の兵隊を全て倒し、そこで終わらせずに一つの時間軸を他の世界から完全に切り離しています。先ほども話したようにカング・ザ・コンカラーの変異体が無限にいるということを考えると、その全ての変異体と戦って倒すというのは現実的ではないため、最終的には MCU616 の世界だけを再び別世界と切り離してカング・ザ・コンカラーが入ってこれないようにするというのが一つあると思います。でもこの方法にも穴があって、現在 MCU 標準世界の616には派生した世界の分岐を抑える TBA がなくなっていて、また MCU616 の世界でカング・ザ・コンカラーが誕生することも完全には防げないからです。そのため616の世界を別世界から再び切り離しても TBA の代わりとなる組織をアベンジャーズが用意する必要があります。それに加えて31世紀の世界でカング・ザ・コンカラーこと邪悪なナサニール・リチャーズにならないようにする必要があります。このような対策をすることによって、カング・ザ・コンカラーの脅威から免れることはできますが、一つ悲しい側面もあります。それが別世界から完全に切り離されてしまうと、スパイダーマンに代表されるような別世界の変異体ともう会うことはなくなるということです。マーベルスタジオ社長のケビン・ファイギーも明かしている通り、マルチバース・オブ・マッドネスであったり、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームで別世界に行くことができたり、別世界からスパイダーマンたちが来ることができたのも、ロキのシリーズがあったからこそと言っています。
つまり TVA がなくなり世界の分岐が始まったことによってマルチバース・オブ・マッドネスやノーウェイ・ホームで別世界観の行き来ができたということになります。この扉が閉められてしまうとスパイダーマンだけではなくデッドプール3に登場するヒュージャックマンのウルヴァリンなど別世界のスーパーヒーローは登場することがなくなってしまいます。また616の世界を別世界から切り離したり TVA の代わりとなるものを作るといってもタイムトラベルなど時間に強い科学者が必要となってきます。ここで期待できるのはファンタスティック4のミスター・ファンタスティックであったりビクター・ボンドゥームなどです。コミックではビクター・ボンドゥームはタイムドアと呼ばれるタイムトラベルを可能にするドアを開発しています。またマルチバース・オブ・マッドネスに登場したミスター・ファンタスティックが使っていたこのテレポートデバイスはドクター・ドゥームのタイムドアが参考になっていることが分かっているためミスター・ファンタスティックとビクター・ボンドゥームが協力をすることで616の世界を切り離すということも考えられます。今回はカング・ザ・コーンからの倒し方とマルチバースサーガの終わりについて考えてみました。皆さんはこのサーガはどうやって終わると思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。